はいどうもお茶です。今日はちょっと、録音っていうのかな、まあ、実況の方録音するのをミスってしまったので後取り実況をね、やっていこうと思います。はい、ということで対戦までカットします。はい、ということでね、対戦の方、見つかりました。同キャラですね。で僕ね、ランクアップマッチですね。さあ頑張っていきましょうということで、やっていきます。はい、で、開幕見やすいですね。確かこれはね、あの開幕、あの本当はジョニーって開幕コイン安定じゃないですか。でも、まあ、6段で勝率があんまりなかっただったんで、コイン投げてこないかなと思いましてね、2S を振ったわけです。はい、まあ縛りとかの方良かったんでしょうけどね。まあでも開幕は別にね、 6K だったんで、こっちコイン投げたら負けてたんで、ね、正しい選択だったと思います。ここは漏れですね。さあミストでダウンは取れない。 6K ねガードしたとなんかタチピーとか振っちゃうんですよね、当たんないのに。さあ立ち勝てで、ここでバースト入っていきます。ここ赤キャンしたの無駄でしたね。あそこからでも多分ダウン取れそうだったね、頑張れば。まあ、俺のコンボ判断がダメだったということで、まあ許してください。はい、ということでレベル2ミスト当たっていきます。本当はね、6杯コイン金 S の方が、20ぐらいダメージが違うんですけど、ここ安定行動ってことで金 S コイン金 S を当たっていきました。でもね、まあ、結局ダウン取れなかったってことで、あれ確かね、ツバイハンダーって昇竜×ボタンじゃないですか。あれ昇竜 P ボタン押してた気がするんですよね、確か俺。ってな感じでね、ダウンが取れなかったわけです。はい、さあ縛れコイン投げていくで、まあ、コインを使ってまたコンボ失敗していく。まあこの時はねエリアルめっちゃ下手なんですけど、最近はねもう割と結構ねアドリブコンとかでもダウン取れるようになってきましたね。はい、まあ確か3日前ぐらいの動画だったっけな。さあ相手もレベル2、さあレベル3、これは当たったらまずい状況、しかも体力も点滅してるんでね、まあ、ほぼ死ぬと言えるでしょう。適当な技振るとね、さあここでブッパをしてきた。なんか適当な技振るとなんかね、見てから中断ミスとかでやばいことになるんですけど、今の完全にブッパですね。まあでも当たるブッパはいいブッパということで、さあもったいない、なんかヒット出したからガトリンが繋げたかったですね、あの J ハイ。さあ演出刺さって、もう確か擦り負けした気がしますね。僕も演出擦ってて、これね開幕ぶっ飛んで選択しましたね。勇気のある行動ですね。さあエリアル難しいよね、わかる。さあこれカウンターしたんで、これもうちょっと前出て金 S コインラッシュピーとかでしたかね、まあ、そういうところのコンボ判断が非常に難しい。これ強いっすね、中段ミスを構えて、いよいよっつって。はい、これ美味しい。さあしっかり2杯のコンボ完走して、これ前ダッシュが出なかったんですよね。さあ漏れていく、しっかり中央では、下段ミストをね仕込んでミスキャンしてます。まあ常識なんですけど、最初はそれが結構難しかったですね。癖で中段ミストやっちゃうんですよね。さあ、なんだミスキャンと ミスキャンミストと 2S が当たったかな。これ強い、ほんと強い。これ相手超困ってましたね、これね。さあこれは強引に近づこうとしたが、これはね投げ見えてたんですよ。でタチピポーンって振ったんだけど、その後がなかったっていう、すごいもったいない。あーっとこれは死ぬか。さあ最後は投げコスイが勝つということで投げのフレーム、このゲーム 1F ですからね、投げコスイほんと強い。さあ7段に上がっていきます。ここ間違ってね対戦終了押しそうになっていましたね。はい、さあ開幕何する、コイン投げるんじゃないかな。棒立ちしてた今俺棒立ちしてましたね、開幕ね。さあカウンター、ここねコインがねタッチハイになっちゃったんですよね。さあしっかりコイン、ああ今度上段ミストが繋がらなかった。これは確かねタッチピーが繋がると思ってない距離で、あの入れ込まなかったんですよね、上段ミストをね。で出なかったって感じです。さあこれ投げ漏れ、さあこれ美味しい。さあレベル3にして、これダウン取れない。もうちょっと早めにコイン投げて、ステップを長めにしなくとダメですね、今のはね。さあ美味しい、さあここでバース美味しい。今のコイン投げて上段ミストでよかったんですけどね、なんかとっさの判断でアドリブみたいなのができないですよね。さあ前パン、これはしっかり、そっちか、
J ハイ下段ミストでダウン取れるっていうのはもう最近は意識してますね。この時は多分知らなかったかな。さあ牛、これは殺せるでしょう、さすがにね。これね、ミストで殺しきるとかっこいいですよね。居合斬りみたいな感じで。さあ漏れていく、おそらく足場が漏れたんでしょう。さあ牛、今のは金S になってましたね。金S2杯は繋がんないけど円S2杯は繋がるっていう絶妙な距離なんですよね。さあここでしっかりコインでバースト入ったことになって、相手今1レベなんでちょっと辛いですね。さあ投げられて、おっと今足払い下段ミストありましたね。まあ入る時もあるんです、まあ、基本入らないんですけど足払いで浮いちゃうんで。でまあ結構ね、僕足払いまで入れ込んじゃう癖があってレベル2でもねそれやっちゃうんですよね。さあ投げられて、ちょっと安めですねこのコンボね。ここね切りかかったんで頑張って逃げようとしたらなんか空中ブリッジになったっていう。まあでも結果逃げれたんですけどね。さあ、バックダッシュに、6K が刺す形、 6K すごい強い。さあ2敗暴れに負けていく。やっぱこうやって見返すとね、ところどころ惜しいですよねコンボミスとかね。まあ、今もアドリブコンボはまだできないんですけど、エリアルの方とかねちょっとねできるようになってきてるんで、そこら辺はね上達してってるのかなって思いますね。あとはまあ決められたコンボとかね、そういうのは全然結構最大取れたりするんで、まあ今俺が知ってる最大なんですけど、多分キャラゲンとかだったらもっと最大あると思うんですけど、基本コンボの最大は最近取れるようになってきました。さあ円 S に今のはツバカスじゃない、ツバ機関が当たった形ですね。いやこれまた相手レベル2ぶっ放してきましたね。ぶっ放して当たったの確認して捨て取れとかだったらまあ美味しいんでしょうけど、もったいないですよね。これもぶっ放しですね。ここ確かね、本当はいつもだったら漏れとかなはずなんですけど、ここねぶっ放したんですよね、さっきのとこね。さあこれバー角で終わってたか、確かコイン投げて上段ミストの時考えててダメージ計算だけど終わらないかなっていう判断で突っ込みました。6回6回のところに俺の名で割り込まれましたね。これ結構意外でした、やばっと思いましたね。そして俺の名のね吸い込み率ほんとすごい。さあここはね、なんかとっさに上段ミスト出たんですけど、ほんとこれ良かったと思います。はい、なんかね、あの J ハイ赤キャンみたいなの結構癖でやっちゃうんですよね。はい、ということで今日はねこんな感じの動画になりました。まあ、なるべくね録画ミスとかなくしていくように頑張りますんでね、これからも見てくださるとありがたいです。ということで、ありがとうございました。失礼します。